皆さんこんにちは、パテリック浜辺です。今回はスノーマンさんのシークレタッチを見ていきたいと思います。これはね、ミディアムバラードになっていて、ダンスの表現としては、まあ、しっとりというかガツガツ踊るというよりかはもうゆったりと見せていくようなダンスになっております。もうこんなのも綺麗に踊れるのかというね、驚きも満載でございます。見ていきたいと思います。でそんな僕は普段ダンサーをしながらダンスメディアの運営やダンスオンラインレッスン事業などやっております。このチャンネルはジャニーズ皆さんのダンスの素晴らしさを伝えるべくダンスレクション解説やっております。では今日は早速スノーマンシングルタッチ見ていきたいと思います。よろしくお願いします。おい、冬に聞くのいいですよね。染みますね。めめおーいいいですね。すごいですね。もうガツガツっていうよりかはメロディーに合わせてゆったりと踊っていくんですけれども、スキルが初っ端から詰まっておりまして、これ最初ですね、あのスライドっていう動き、ヒップホップの動きなんですけれども、アップのリズム、要はあの上で表の音を取る、ワンツーで上に上がっていくようなアップのリズムをしながら左右にねスライドする部分なんですけども、ここがすごいですね。あーい、しっとり動いてますね。でそんな中でもアップアップで上下に見せるんではなくて、ここの胸の部分のアイソレーションとかウェーブチックな動きでアップを表現してるんですよね。グーングーングーン、すごいですね。でこれあの足を開くときにつま先を完全に進行方向に向ける必要があるんですよ。もうかかとをグッと前に入れるようなイメージですね。それをやりきれるかどうかで見え方っていうのがだいぶ違ってきて、これを皆さんね綺麗にやりきってるんですよね。あー見える。このラウル君とかでかいですよね。すごい。あーここでもね音を取っていますね、淡々と。でタッチマイハートのところで細かいんですけれども、胸をグッとねコントラクションって縮めて入れているんですよね。そういった細かいところの体の使い方もやっぱり表現者として一流だなと思います。あーふっかくんのこの手の使い方、おーい、さっくんいいですね。ここのメリハリがめちゃくちゃ効いている。でしっとりとメロディーで取っていきながらカチカチカチっとね動くところはメリハリつけて、あん、ここ、いやいや素晴らしい。あおこちくん、おーなるほどなるほど。でここも基本的にはメロディーを踊りで表現してるんですけれども、ところどころ締めるとこは締めていくっていう振り付けが結構特徴的でして、おーだらさまいいね。ここトッタッタっていう音はパチパチパチっとね、まあ、そんなに大げさにしてないですけれども、一個一個動きを止めることによって表現をしているので、だらーっと流れないというかいう振り付けになっているのと、それを表現しきってればメンバーがスキル高いなと思います。あーいいですね、シークレタッチ。伊達様、ここ構成がすごい面白いですね。少しずつ増えていくところ、シークレタッチ。あーいここね、おう、あ、わーい、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいね。いやーすごいですね。ですね、このサビが入っていくところですね。ここね、このターンなんですけども、ターンも勢いよくくるってね回るっていうよりかは上に伸びながら回って行くんですね。ジャズ的な振りというか、でこれってやっぱすごく難しくて、特にあのヒップホップをずっとやってる人間としては軸がブレやすいんですよ。やっぱ上にクーッと伸ばしていくので、それもね難なくやってるんですよね。
しかもスッというターンじゃなくて比較的ゆっくりなターンをしてるんですけども、そこが綺麗に、で着地した後のパーンっていう音に合わせて初速を取りながら胸を上に上げて、それの惰性によって肘がついてくるようなイメージで音を取ってるんですが、うん、綺麗。え、ここのスライドと、おい、あーヒーくんね、ここもね、足の出し方っていうのもすごい美しいですね。クロスして揃えてのところ、ここのね、揃いきれるのもねすごいんですよね。ここみんなすごい。でもう逆にもう入れ込んじゃうぐらいまでねやった方がきちんと足が揃うので、ここがめちゃくちゃ綺麗に見えますね。あん、わい、ラウール君見ましたか、この胸のアイスでもすごいんですけど、首のところのため音をためて撮ってるところもめちゃくちゃ見える。ここ、おい、いいね、アービちゃんいいね、おお、なるほど、さっきの体の使いのさっきも綺麗でしたね。ここ、うーい、溜めてる。ヘイグ、おーい、光くんやばいっすね。ね、ここの溜める動きもそうなんですけど、ぐんとね、で入れ込んで、もう腕も、腕というか手先がを使いながら胸を入れ込むことによってちょっと不思議に見えますよね。で入れ込んだところで入れ込み切ったら、そのボンという一個腹落ちでダンと音を取って、その反動で足を上げて次の動きに移していくんですけど、やっぱ地面をきちんと踏んで重心から踊っているので無理がないというか、もう自然に動けているのがスキルが高いです。よしいく、うん、あーいいね、ゆっくり、あー、ダルさんもいいですね。で、こういったしっとりしっとりのところを足のステップと、あと一番遠いところの首で表現を軽やかにしてますよね。もうガツガツやらない、もう大人な感じですね。もうビターチョコレートみたいな感じです。うん、ようわかりませんね。いいですね、めめ、イエス、ショッピー、あー、この鼓動がいいですよね。おう、あーい、あーいちゃん、あー、そういったところもね、スンとなんかよろしく OK みたいなところ、そんな感じじゃないと思うんですけど、こうピッとね、腕を、これですね、かっこいいですね。これ出してもね、もう全部この目のあたりからやるとかもね、統一していて、そこも揃うんですよね。あーい、あーい、この帰り道のところね、歩くような振り付けしながらしっかりと地面をつま先で踏んで止めて、前には行かずに体に力を残してるんですけど、そこの使い方もめちゃくちゃいいですね。ここ、あーい、見える、いいですね。衣装もいいですよね、このね、青い淡い色、うおー、あー素晴らしい。最後首もねしっとりと落としていくんですね。でこのロングコートのね、伊達様の使い方ですよね。もうさすがでございます、美しいでございます。おほー、ありがとうございます。しみる、もうあったかいホットのカフェラテでも飲みながら聴きたい一曲でございました。でも歌も当然めちゃくちゃ素晴らしいんですけれども、ダンスもこうやって大人な感じ、しっとりと、要はですね、メロディーに合わせたような振り付けっていうのを見せてくれましたね。でこういうゆったりした曲で踊る時っていうのがやっぱりごまかしは効かないんですよ。ガツ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 早く踊れば
これごまかしって結構効いちゃう部分があるんですけど、ゆったりした動きなので基礎の部分、アイソレーション、体の使い方できているかとか、手の出し方、足の出し方が綺麗かとかっていうのがやっぱりもろわかりするので、それがね全員めちゃくちゃ綺麗で上手いのでさすがだなと思いました。はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。さすがのスキルでしたね、スノーマンの皆様、ありがとうございました。はい、で今回以上になるんですが、次回以降もスノーマンさんのダンスリアクション解説やっていきますので、その他の皆様、ジャニーズ好きの皆様、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価コメントもお気軽によろしくお願いいたします。ではまた皆様、次回の動画でお会いしましょう。ではでは。